今年も浦和パルコに行って大宮盆栽マルシェ、大宮盆栽村の各園から売店を出します。出します。まあその時は、まあ、パルコ内で桜フェスタというイベントの中でテナントオープンするの で、 で各園2日桜を出すと思うんですけど、うちはこのオカメ桜とオカメ桜とシダイ桜、はい、あとまあ富士桜、ま、豆桜も、うん、あの出すんですけど、一応今回はこの2つをちょっと私なりに、はい、盆栽風にしてみて、買ったらどういう風にできるかっていうのをちょっとやっていこうと、やってみようと思います。大宮盆栽マルシェは3月の16日から21日までの5日間、と、はい、6日間6日間、うん、6日間です。僕やカンタさんもタイガ君もいます。タイガ君も売店でいますので、はい、ぜひ足を運んでください、はい、お待ちしてます、はい、じゃあ今日は桜を、はい、じゃあもう早速簡単なしだれからちょっと、今こうやって見た時にやっぱり賑やかなんですけど、賑やかこれ全部咲きますから、下の先まで賑やかなんだけど、ちょっと うるさいまではいかないけど、ちょっと量が大きいのかな、太さからしてタッパが大きすぎるような、なのでもう割とカットしちゃって、で今下からこういう風に途中相関みたいな感じで枝が出てちょうど出てるんで、どうもありがとう、はい、これをちょっと相関風にして、なるほど、こっちに持ってきて、で頭あと、まあ、ちょっとこの鉢でいきますけど、はい、それっぽくしていこうかなと。わかりました、はい、2番ぐらいかな、この2つで2番、ああ2ミリ2ミリこの枝に、でなるだけこういうのやるときもこの正面には針金が見えないように巻いてあげるのがいいですよね、はい、曲げたい方向にちょっとずつ曲げながら、もう食い込んじゃうんで、ちょっと緩めにってこと。そうですね、はい、なるだけ針金が見えないようにする、かかってる感じが少ないと思うんですよね。なるほど、そういうワンポイントですけど、盆栽やっていくならそういうところをちょっと気にした方がよりいいのができるんじゃないか。であとはこれですね、ちょっと長すぎるんで、うん、もう元から切っちゃいます。お、うん、あ、それだけで。であとはもうこれもちょっと正面に伸びすぎてると思うんで、まあ、こうやって引っ張ってもいいんですけど、そんなにいらないんじゃないかなって思うんですよ。ここでいっちゃおう。おう、これで完成。完成この太さに対して大きさがちょうどいい気がするんですよね。でまた来年こうやって伸びてきますから枝が。でしだれって、はい、これ曲げてるんですよね、下に。そうです、そうです、あの若いからどん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 上に行っちゃうんですよ。なるほど。だから例えばだけど、まあ、針金かけたくないって言うんなら、はい、弱い針金を引っ掛けてこうやってやっとくとか、そうそうそう。これは紐とかでもいいんですかね。紐とかでもいいです。大きいしだれとかもたまにこうやってやりますけど、そうすると針金全体かけなくても自然にこうやって下がりますから、はい、大丈夫です。多分新しい買った人がね、うん、新しい芽出たら全部上向いちゃってる、そうそう、病気かなとか思っちゃいますよね。でちょっと傷口から病気が入りやすいのが桜の特徴なんで、はい、トパスタ。カットパスタぐらいはね、持っといた方がいいっすよ。うん、そうですね。これで完成。完成。例えば今こういう鉢に入ってますけど、これをもうちょいおしゃれにしたりとか、うん、薄い鉢に入れたりとかしてもらえばまた雰囲気変わると思いますし、うん、より自然みたいになっちゃいますけど、うん、楕円にちょっとこういうのに入れて、ここに空間もさせてあげると、うん、なんとなく木陰で河原の雰囲気が、うん、一本のしだれがこうやって広がってるような雰囲気が出るんじゃないかな、はい、自分がこのぐらいの大きさで、うん、出るんじゃないかなと思いますね。続いてオカメ桜。オカメ桜、はい、これ枯れてる部分結構数今入ってるじゃないですか、はい、樹齢はどのぐらいでしょうか。だいたい15年とか15年から20年ぐらいの間だと思いますね。ほんと古い木ですよ全部、うん、ちょっと今枯れてるのだけ切っちゃってますけど、古いんで雰囲気ありますし、そうですね、あと全部曲がいい曲がついてるんで、うん、行った瞬間楽しめるんじゃないかなと思います。結構もう本当に形様々ですね。そうですね、うん、はい、逆に面白い形あれっていう形でも、うん、それを生かした針金とかしてあげると、もう、まあ、桜なんで決まって決まる形ってあんまないですから、うん、思い思いに作ってもらえれば本当にいい木、持ち込んでほしい木ですね、これは。ほう、より盆栽っぽい、ね、ちょっと今これが長いんで、
これちょっと切っちゃおうかなと思って。切っちゃうんですか。はい。でもすっきりして、うん、新しい鉢に植えて。植えるだけ。はい、とカットパスタを塗って。塗って。はい。意外にかけようかなちょっと。はい。盆栽っぽく。で桜はちょっと割れやすい、裂けやすい性質にあるんで、はい、ちょっと優しくかけてあげた方がいいですね。なかなか可愛いんじゃないですか。でこれは植え替えまで。植え替え、うん、裏のパルコで祭事をやるんで。ああ、そうなんですね。はい、はい、あのよかったら16から、21まで1階のところでやるんで。桜ってどうしよう、華やかな木で、はい、青とか水色とか、うん、鉢ももちろん合うんですけど、僕はちょっとより渋い鉢の方が桜は合うんじゃないかなと思って、うん、まあね、あの花が生えそうですよね、黒い鉢とかの。そうそうそう、うん、あの成人式の女の子みたいな、はい、黒いの綺麗ですね。綺麗に見えますよね。綺麗に見えるよ。どこを正面にしよう、これ。うん、もう足とずれてる。模様が違うの。足を前にするっていうことで、模様が一番綺麗。まあ、ここかな。うん。出て上割ってんのが。うん。うん、どうなってんの。太いのが。ここに何かありますね。ちなみに桜の盆栽って難しいっていうか、あんまり強くないからっていうじゃないですか。注意すべき点はどういうとこなんですか。結局虫、病気が入りやすいんですよ、これって。だからそれに注意する。定期的な消毒というか、うん、消毒もそうだし、切ったところの処理ですね。そこから入るんで。なるほど。それ入っちゃうともう取れないらしいんですよ。カットパスタとか、うん、1回ぐらい消毒した方がいいのかな。2回じゃ遅いんじゃないですか。2回じゃ多すぎる。うん、少ないんじゃない。少なすぎる、うん、そんなやんなきゃ。じゃあもうあれだ、シュッシュッシュッってかけるやつで常に置いとくみたいな。うん、ここ面白い。どこどこ。ここ出して。ああ、そこまで出しちゃうと。うん、まあ、粘り逆になっちゃうんだけど、うん、ちょっと口に塗りましょう。トップジンを根、ねね、ですか。うん、根、ねね、の切ったところ。根、ね、切ったところに塗りましょうね。塗りましょうね。塗りましょうね。か。え？沖縄は？沖縄。なんとかしましょうね。なんとか しましょうねって言うんですよ。言いますね。で角度変えるってことですか。角度変えよう。うん。感じで。もっと起こすのかと思ってた。結構桜の盆栽から始める人もっと多いと思う。多いです ね, ね。みんな枯らしてやめていく人も多いと思うんですよ、うん、どうしましょう。まあでも桜、他のね、よくあるもみじ、カエデとかケヤキとかに比べたら弱いですもんね、うん、だからそんな落ち込まずに次買ってほしいですね。でもやっぱり一番水ですかね。あの桜は本当に乾きやすいんですよ、うん、観葉植物と同じような感じで買って枯れる方がやっぱ多いので、うん、そういう盆栽のイベントとかじゃなくて、でそういう方がやっぱりその手入れの仕方がわからないということもありますし、結局特有の病気もあるんですけど、そういうのがわからないまま時間が過ぎてしまうというか、来てもらった方が一番いいかなと。そうです。お水は毎日あげてくださいって感じです。そうですね、うん、いいじゃないですか、うん、かわいいですね。かわいい大きさといい、うん、季節感。
できました。こういうとこで飾るとね、そういいですよね、盆栽らしくて、うん、まあこういう職人乗せてあげるとそうですね、より可愛いんじゃないかなと。大小があってまあこれで見ればいいですけど、基本しだれはこの大きさぐらいで、5日目はあのいろんなサイズあるんで、お好きなのを選んでいただいて作ってもらえればいいんじゃないかなと。これが全部咲くっていう風に考えると可愛らしいじゃないですか、うん、お家でお花見できるやつですね、はい、そうですね、あっち変えたくなってきますね、それこれしょうがない。まあそれはまた買った方がやっていただいて、うん、まあこういうこれ、うん、いいかも。そう、桜屋さんのやつにこういうの入れば3月の16から21まで6日間、裏のパルコの1階で大宮盆栽マルシェやってますんで、ぜひお越しいただければと思います。桜井以外にもまあいろいろあるやりますやります。で今回は去年と違って盆栽大野さんも来ます、来ますので、はい、まあ豆盆栽もありますので、はい、そちらもお楽しみにと、はい。桜以外も鉢ももちろんあると思いますし、うん、あとは素材になるようなものと、あとはもう買ってすぐ見栄えのあるようなものも持ってきますんで、期間中お越しいただければ、はい、で何を私たちにあのお聞きいただければ何でもお答えしますから、気軽にこれを機会に始めていただければなと思います。はい、はい、というわけで、はい、お待ちしております。お待ちしております、はい、ありがとうございました。